島野がリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、島野タックルインプレッション。今回は船釣りから松本圭一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな製品をご紹介いただけるんですか？今日は、新しくなりました、ベイゲームシリーズ、はい、こちらリールですね、と、こちらも新しくなったディープストルジャー、中深場や深場竿ですねの紹介になります。はい、ではまずリールからお願いします。はい、こちらですね、ベイゲームシリーズ、タイプ的にはこのダブルハンドルとシングルハンドルから右左両ハンドルあるんですけども、最大の特徴はまずマイクロモジュール、マイクロモジュールが搭載されています。はい、でこれによってその巻き上げがものすごく滑らかになる最大の特徴なんですけども、見た目でも分かる特徴もあるんですね。これまずダブルハンドルの方なんですけども、長くなってるんですよ。はい、で従来ベイゲームシリーズは51ミリこの真ん中の軸からですね、51ミリだったのが4ミリ長くなって55ミリでノブもちょっと大きくなってる、ね、あ、本当ですね。はい、でこれによって、かなりこう力が入る、力を入れて巻けるようになった、でさらに、もっとこう負荷がかかるものを巻きやすくするためにこちらですね、シングルハンドル、こちらもハンドル1個しかないんですけど、こちらも60まで長くなってるん で、でノブもさらに大きくなってる。やっぱり全然違いますか？長くなると全然違いますね、力の入り具合が。で力が入ってもこうギアが悪いとギクシャクしちゃうんですけども、マイクロモジュールなんてものすごく滑らかに巻ける、安定もして、そうですね、ボディが小さいんで安定もするんでものすごくスムーズに巻ける。他にはどういった特徴があるんですか？あとはですね、エキサイティングドラグサウンド、はい、これあの糸が出た時とか音がするんですよ。でこれがそのやり取りの臨場感がね、この音によってこう増して楽しく釣りができるんじゃないかなと思いますけどね。テンション上がりますよね。上がりますよね、やっぱ引っ張られるとね、じーっと出てくるわけですから。はい、実際にどういった魚を釣られましたか？まだね、糸出されるやつは釣ってないんですけども、石持ちとかタチウオとか、まだちょっと浅い頃ですけどね、なんかでは使わせていただいてて、かなりそのタチウオって1日上げ下げするんですけども、ダブルハンドルの方で十分1日できちゃう感じで、魚がかかった時の巻き上げがものすごくこのスムーズで気持ちいいっていうんですかね、それが楽な感じがして、このリールはライトフィラメとかにも使えますかね？ライトフィラメ全然問題ないですね。問題ない、はい、3キロぐらいかかっても、3キロぐらいかかっても、まあその釣りって竿だけとかリールだけで上げるんじゃなくて、やり取りって両方使うじゃないですか。だからそういう意味ではもう全然、例えばラインキャパシティにしても、その使う重りの重さ、ライトだと40とか60ぐらいの上げ下げですよね、でラインに関しても、1.5 ぐらいが標準なんですか、もう 200m 巻けますし、全然問題ないと思いますよ。じゃあ本当アジとかだったらもうすんなり上がってきますよね。ライトアジとかはね、もう1日上げ下げが頻繁なんで、こっちのシングルハンドルなんか使うと、より楽なんじゃないですかね。あ、そういう風にシングルとダブルを使い分けて。そうですね、だ少しパワーが必要だなって自分が思う釣りの場合はシングルの方が多分いいと思うんですよ。もう少しそのテクニカルなっていうか、ハンドリングでちょっとこう巻きの強弱だあんたつけなきゃいけないような釣りの時はダブルハンドルの方が、こう細かいピッチで、巻けるんでいいんじゃないかなと思いますけどね。こうそうやって同じリールでね、いろいろ楽しめるのが嬉しいですですね。あとはもうその大きさ、疲れない大きさ、この持ちやすい形ですよね。持ってもらうと結構こう、本当に小さい、それでも小さくてしっかり持ってる、でもすごい力があって滑らかに巻けて、これで大きなヒラメ、釣れたらいいですよね。いや、いいですね、想像だけで楽しそう。ヒラメに限らず、例えばマリイカとか、その大きい重りを1日上げ下げするような釣りにも向いてるし、釣り道具なんで巻いた時に滑らかで気持ちいいとか、そういうところも大切だと思うんですよね。ストレスなく、気持ちよく釣りができるっていうね。さあ続いてロッドのご紹介をお願いします。はい、こちらですね、中深場からその本格的な深場まで対応している、ディープソルジャー、前にあったモデルの、リニューアルっていうんですかね、モデルチェンジ、新しくなったんですけども。どういう点が新しくなったんですか？素材的には、ハイパー X とかスパイラル X コアとか、こう見えない部分ではあるんですけども、この釣りってほとんど沖竿で釣ることが多いですね。で
特にこの1と2はもうほぼ釣りしてる最中 100% 置き竿になるんですよ、はい、そうするとどこで楽しむか、うんうん、その時にこの穂先の動き、はいはい、これでその当たりを取ったり当たりの出方でその本命か本命じゃないかっていうのをこう、まあ、当てるっていうのは変ですけど、うん、で、そういうふうに穂先の曲がりを従来のやつとちょっと変えて普通釣り竿ってこうグッと曲がり込んで下向いた状態で当たりが出るんですけども、これはあの新しくエキサイトトップっていう、はい、あの穂先を採用してるんですけども、従来より穂先の曲がりがこうへの字っていうんですかね、普通こう竿ってグッと曲がるじゃないですか、はい、曲がんない部分があるんですよ。だからここが例えばここが頂点で、はい、こういうふうに曲がるっていうんですかね、要するに曲がんない部分が多いんで目で見てて当たりがこうよく見える、うん、こういうふうに動くんじゃなくて、はい、こうやって動くんですよ。そうするとちょっと大げさに、うん、で本当にこの釣りってその穂先が動かないと面白くない釣りで、穂先がその動く、ちっちゃな当たりでも大きく動く、見やすく動くっていうので臨場感を高めてるんですね。でそのこのエキサイトトップっていうのはそういう意味では見やすくなってて釣りが面白くなるんじゃないかなと。一応まあこの2つ、2番1番っていうのはもうほとんど置き竿なんで、はい、バットも短くなってるんですよ。あ、本当ですね。でこれ船びりにかけた時にこう通ったりする時に邪魔にならないように、はいはい、普通に釣りをやっててこうたまに中深場行こうかなっていうような、もうその関東に意外と多いスタイルの人ですよね、はい、とやっぱり本格的な深場釣りよりどちらかというとこの中深場に使える0番の方が0番、うん、の方が、出番が多くなると思うんですけども、200とか250ぐらいの相模湾でやってるキンメとか300ぐらいのアコ、ライトアコなんかには、うん、はい、これ1本で全部カバーできちゃうぐらいのスペックが入ってます。へ、うん、であの金目口が柔らかいんで、はい、その口切れなんかもあるんですけども、うん、これもやっぱり見やすいだけじゃなくて、うん、曲がり込むとここにこう穂持ちっていうんですかね、はい、にスムーズに追従、曲がりが追従してきてその口切れとかも防いでくれる、うんうん、でこちらの方はちょっと重りが軽くなるんでこう誘いもかけられるように少し長くして、それでちょっと長くなってるんですね。うん、そうですね、これはね、全長短くなって、うん、こう立てると全長200で同じなんですけど、はい、まあその竿としてのね実際の長さはここが長くなってる分少し短くなるんで、まあ200とか250号を1日誘うのは無理だけど、はい、時々ねここだっていう時に誘う時にはこの長さがね結構役に立つかなと。はい、そのバレにくいっていうのは嬉しいですよね。やっぱりすごく深いところでせっかくかけて、はい、で回数もその1日にね、うん、何回かしかできないじゃないですか、うん、で結構何がかかってるか、まあ、はい、当たりで判別できるんですけど、はい、上がってくるまでずっとワクワクできるのが深場釣りの楽しいところなんですよ。そうですよね。でも年でバレちゃうとガクッとなりますよ ね、はい、ねせっかくかかったのにってなりますよ ね。だから、まあ、バレないように、まあはい、そのリールの性能もあるんですけど、うん、竿がある程度ショックアブソバーになって、はい、うん、水面まで魚をこう上げてきてくれる、うん、これだけやっぱ穂先があの繊細ということはそこも分かりやすいですよね、はい、そうですね。あの釣り物によって例えばベニアコウとかそのアコウダイなんかはそこをいかにこう叩くか、その時に曲がり込んじゃう竿だと、うん、どうしてもその底立ちの取り方がね遅くなるんで、うん、こう根がかりが多くなったりするんですね、はい、と釣り物によってはその投入回数が限られる、うん、で自分のペースでできないんで損しちゃうんですよ、うん、でも直接釣果に響いてくるんで、はい、なるだけねそういうトラブルもないように、はい、まあ、あの一日快適に釣りをしてもらうために少し固めで針があって底立ちも分かりやすくてっていう竿が向いてると思うんですけどもね、うん、さあ今回は船釣りの汎用性の高いリールと深場用ロッドをご紹介いただきました。松本さんありがとうございました。ありがとうございました。